それではどうも、ガンチャンネル見ていただいている方、どうもありがとうございます。さあ、今日はですね、今からですね、高円寺のあるところの会場で、漫談、新ネタをぶちかまします、それで今、これね、TikTok ライブ、これ、生配信してるんですよ、ね、ありがとうございます。ほんで、今、動画撮ってくれてる方は、クリエイティブディレクターの、まあ、僕ら映像をいろいろ協力してくれてる、クロさんなんですけど、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今ね、友生さん、どうもありがとうございます。はい、高尾さん、どうもこんにちは。さあ、今からですね、会場入りします。このまま高円寺のもう駅のすぐ近くみたいなところですね。まあ、初めて行くところなんですよ。でここ後輩芸人が主催してるライブなんですけど、なんでそこに出るかって言ったら、まあその後輩芸人は B1 グランプリって言って、芸歴11年以上の、まあ、頂点を決めるという、それを主催してる彼なんですが、まあ俺も、挑戦させている。この前も準決勝まで行ったんですが、それで、その彼からまた後に連絡来て、なんか俺のファンがいてるらしく、武井さんのサインが欲しいと。で、武井さん、都合のいい日言ってください、取りに行きますんでって言うから、まあ、俺のサインごときでわざわざ取りに来る必要ないわと。それで、なんかライブとかないかとか。たら、あ、じゃあ僕が主催してるライブがあるんで、それで来てください。その時、サイン書いてください、みたいなので、まあ、出るのよ。ええ。そういうことでございます。こんばんは。あ、亀ちゃん、どうもこんばんは。今からね、ネタをやりに行きます。そんで、会場に行くんですがね、どんな会場か僕も知らないんですよ。それで、今ね、これ、僕の YouTube チャンネルも、今これ、動画で撮って、それで、まあ、これも後に配信するんですけど、まあ、今、TikTok ライブでね、こんばんは。はい、ということで、ここ、これなの、これ、高円寺漫才部の今日、これ、もう、っていうことですよ、そういうこと、もう、チケット1000円で。漫才部と俺ピンなんやけど。まあ、とりあえず入りましょうか。行きましょう。そっちは OK です。そうやね。でも、なんかいいとこやね。そうですね。これは本当にこう寄席をやる目的のために作られた。最初は落語家さんで、柳亭しばらくさんという方がいらっしゃいまして、その方と、高円寺の商店街の、オサンスさんという、まあ、オーナーさんが上にいらっしゃるんですけど、その方と一緒になんかこう劇場を作ろうみたいな形から、どんどんちょっといろんな人にも使ってほしいとかいうことで、それでなんかこういう場所を立ち上げる。いや、もう会場いい感じよ。なんか本当に、そうですね、地下倉庫みたいな感じになってるんですけど、でもなんか手作り感があって、はい、なんかそうやね、落語とかやるのはすごくじっくり聞いてもらえるっていう、はい、まあそうですね、感じのところ。今のところ落語家さんが多いですかね、使う方が。はい、わかりました。ちなみに交番、僕は何番目に出たの？僕は、一応4番目。4番目に、はい、わかりました。竹井さんも2本目を、実際は別にこう何本もできるという。あ、ほら、6番目に7番目。はい、尺は、ね、尺は自由です。どんなんや。いつも今、はい、あらゆる東京のライブは3分30秒で暗転っていうのがある。そうですね。尺自由ってなんや。ただ一つルールありまして、15分以上やったらちょっとお出禁になる。いや、っていうか15分やる人痛いで。マジで。今の時代痛いで。もしかしたらね、いろいろとやられる方もたまにいらっしゃったりするので。なるほど、はい、あ、ほら、長尺でやれるライブっていうのは今本当に東京ってないから、はい。湧いてる？いい？いい？本当に？ありがとう。よかった。
散歩したらすぐ帰るからね。ようこそ。結論から言おうか。犬逃げたよ。57歳です。この前、酔った勢いで、塾上クラブ行った。塾上が全員年下だったり。テレビのリモコンを右手で持ちながら、テレビのリモコンを探しているのは55歳。57歳はテレビのリモコンを右手で持ってテレビ探してるから。あ、ここにあったわ。老いがひどすぎる。あの、55歳から57歳にかけて老いがひどすぎる。あの、今日はね、せっかくやから55歳と57歳の老いの違いをね、いくつか紹介するんで、一つでも当てはまったら、その方は立派な57歳です。おめでとうございます。ありがとうございます。その年になったら、女になったわ。誰もいないところでの独り言が聞こえてくるんだよ。独り言言うのは55歳やで。57歳は独り言が聞こえてくるの。レタス高とかね、あのレタス高とかで聞こえてくるの。これが57歳。であの立ち上がるときね、よっこいしょって、これが55歳。57歳はよっこいしょって動きで言葉がついてこないんで、言葉が後からやってくるから、言葉も残業やから。でも60歳は何があっても全部壊れとるからね。この年になったらね、ズボンがずれるのが嫌なん、うん、でこうベルトを一つこうきつめにギュッとこうするのは55歳。57歳はベルトしてサスペンダーするからね、うん、もうベルトのこと信用してへんから。本当にね、あのスーパーの鮮魚コーナーの前を歩いただけで風邪ひくのが55歳だよね。57歳はカッコつけてダメージジーンズ履いて穴から出てる膝から風邪ひく。本当にあの50超えてね、カッコつけてダメージジーンズは履かん方がいいと思う。俺もね、吐いて穴のところで足引っかかってね、2回ぐらい死にそうになったからね、己にダメージが来るからね。本当に皆さん気をつけていただきたいなと思いますが、シャンプーしたかしてないか思い出せず、もう一度シャンプーするのは55歳なんですよ。57歳はね、あの水圧のきついシャワーバーッ出すでしょ。8割方ね、取っ手が正面で止まってくれへんね。本当にもうこんなにこんなに対して57歳は怒らへんからな。それに合わすから。ちょっとも、これが本当の阿波踊りやな。今日、聞いてる？ねえ、マックシェイク、ストローで捨てて中身が口に届くまでに立ちくらみするのは56歳。57歳の立ちくらみは、ストローやと思ってずっと吸ってたらマドラーやって、それで立ちくらみするんですよ。あの朝マック昼もやってくれって思ってるのが55歳なんですよ。57歳はそれを考えながらね、ゴミ箱にトレイごと捨ててしまうのが57歳。あのユニクロで、あのセルフレジのところで8割方店員呼んでるのが55歳やからね、ずっと店員に説明させてセルフちゃうやないかみたいな。で57歳は無印良品店で8割方店員と客間違うからね、どっちがどっちは分かれへんからあの店は。分かってるわ、もう帰れって今聞こえて。どうもありがとうございます。ここ開いてる？いい？いいの？2回目だよ。いいの？すごく優しい。いる？裸のアメちゃん。いらない？いらない？あ、靴で取れないわ。ようこそ。結論から言おうか。57歳です。先日バッティングセンターで2時間びっしり全部見送ったよ。ありがとうございます。この前、ネットでディズニーランド57歳が一人で楽しめれるアトラクションで検索したら、いつはスモールワールドって出てきたよ。何がおもろいねあれ。ね、
ね、ボードに乗って世界の人形を見て回るだけや。正解はヒントつって。でまた日本の人形がまた怖いね、あれ。おかっぱでなんか着物着て手まりついてね。怖いね、あんな。怖い怖い。この前、ディズニーランド行ってきて、生まれて初めて。俺は行きたくなかったんやで。嫁やんが行こう行こうってテンション上がっとんねん。行こうよ、できたらないのに行こうよ、行ったらね、絶対ミッキーマウスとかミニーちゃんとかいろんなキャラに会えるして、キャラ言うたらあかんがな、お前。で、行ったんやけど、もう一つ楽しなかった。なんでか言ったら、ディズニーランド着くまでの電車で、俺、双子のおじいちゃん見て、インパクト強すぎて、ミッキー入ってきえへん。二人が同時にこっち振り向いて、うーんなったもん。ディズニーランド入れば、シンデレラ城だけど、皆さんシンデレラ城シンデレラ城言うけど、あれ王子様の名義やで。したたかな女やわあの女。いやお前マジで、おでも女でやらさんほうがええで。ろくなことないであいつ。だってせんか呼ばれてもないな、武道会にわざと遅れて行ってやで。無理みんなの気引いてやで。で王子様聞いたんですよ。な王子様、その王子様のその気がこの後の部屋のことみたいな。その時、うわっ、どうしましたね、いやもう帰らなあかんし、もう終電ないし、大きな声で目立つように帰って、で靴脱ぎ忘れて、もう王子様気になってしゃあないから、ほなこのガラスのサイズの靴とね、サイズがぴったりの人は王子様と結婚、サイズぴったり、私死んでるよ、玉の腰や、したたかな女やわだってそやんか、サイズぴったりやったら脱げるわけないやんかそやろ、ろくな、あのね、俺大抵ね、あのシンデレラって同性に嫌われるタイプやと思うわ。もう周り言うたったらええけど、もうちょっと選んなりすぎてもう言いにくいやと思う。だからもう俺言うだろうと思って、嫁さんと相談して、よっしゃ、ほらエレクトロニカルパレードで来たら言うだろうって。うん。なまあ、来よと。もう生きとんねん。我が主役みたいな手振っとんねん。王子様後ろでこんな感じ。あのな、お前のポジションは王子様のおかげやで。あれ、恩をあだで返すってこういうことや。あかん、もうこれ言うたら、おら死んでるなって言ったって。こっち向いてバーって振るから、俺と嫁やん。って振っただけなんやけど。意外とね、言うたるわ言うたるわっていざ言うときになったら言われへんのが、元ヤンキー57歳のこれね、松野や。ねえ。本当にかわいそう。まあでも一番かわいそうな思ったのはピノキオやわ。パレードって夜やんか。ピノキオ茶色で見えねえ。お前かわいそうやの。でいいんだ僕はって。みんな周りが狙ってくれたらいいんだってし。なあ謙虚な子やわ。まあ言うてるピノキオ思いっきり鼻伸びてるんやけどね。そうね。ねえ、まあミッキーマウスね。言うたってこんなシンデレラこんな目立っていいんだと。みんなが頑張ってくれてみんなのキャラがって、ミッキーもキャラ言うてもてるよ。みんなが集まってくれて、お客さんがたくさん来て、売り上げが上がってくれたら、これでいいんだ。うん。で、子供が来て、楽しくね、ディズニーランドで楽しんで、その子供がいずれ大人になって子供を産んで、また子供をディズニーランドに連れてくる。んで、その子供がまだ大きくなって、ま、子供を産んで、またディズニーランドに連れてくる。これがネズミ子の始まりらしい。ねえ、まあ、そういうことなんですけどね。まあ、ああいう、どういうんですか、ディズニー映画。でまあ、ディズニーではないんですけど、この前ね、久しぶりに YouTube でマッチ売りの少女を見たの。あれ見たことある？あんなひどい話ないで。本当に少女がユキがしんしんと振り向いたね。マッチはいかがですか、マッチはいかがですか。誰も買わへんね。振り向くのさえええ大人が。あの時代結構マッチ売るんちゃう？電気とかガスとかないやんか。ほんで手頃な値段やで、マッチ買うたれ。誰も買わない。マッチはいかがですか、寒い。もう帰りたい。帰りたい。でも家に帰ったらこのマッチを売ったお金でお酒買うてこいって。もう暴力を振るお父さんがいてる。もう帰れない。寒い、寒い、寒い。少女はとうとう売り物マッチしようとするよったんや。炎の向こうから死んだおばあちゃんや。おばあちゃんおばあちゃん抱きしまってもらおうと思って行ったら炎がパッキー。おばあちゃんおばあちゃんに会いたいからもう一度するねん。炎がボーン。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん抱きしめようとまた炎が消える。おばあちゃんに会いたいから何ぼも何ぼもするわけ。とうとう売り物の町一本全部吸ってもうない。まだおばあちゃん消えてもらう。これ神様の
仕業やったら俺神様に一言言いたいわ。神様、お前の持ち出しは一つもないねんぞと。本当にな、あなたがそのマッチに中途半端な希望を与えてやで。こんなことある？人の売り物全部使わすねんで。ほんと新手の詐欺やぞこれ。ほんでな、俺こんな世の中に神様おれへんわと思いながら新宿歌舞伎町の夜を歩いてて、キャバクラの呼び込むキャバ嬢が薄着でな、あの看板に1時間3000円って書いて、雪がしんしんと降ってたわ。どうですか？いいよ、入ってやるよ、寒いだろって店行った。まあ、ええー、よかったわ、あのふるさと福島のかって、なんかいろいろふるさとの話聞かされて、ビール3本ぐらい飲んだかな。ちょっともうあっという間に1時間ね。じゃあお嬢ちゃん、お会計してもらおうか。はい、ミスすぐらいから外国プッて炎の向こうからボーイが来たわ。ああ、どうもありがとうございます。これです。ちょっと暗いから見えないな、電気も見えない、うん、ね、キャバ嬢がライターまたパッとして炎の向こうでね、5万円って書いたんですよ。ぼったくられたよ。ねえ、そろそろ帰ろうか。ありがとうございます。はい、ということで今日はね、ネタ2本やらせていただきました。いやね、あの客が3人ぐらいしかいてなかったですけど、いや、やっぱりね、こういうとこ出るべきやなと思いましたね。それとまあ、やっぱりおもろいもんはおもろいで、笑って、たとえ2人でも笑ってくれるということでね。それで、まあ、2本目のネタで、あのマッチ売りの少女のところの下りはまだできてないんですよ。まだできてないところをちょっと自分で作り上げるところは、まあ、時間を許す限りいいですよって言ってくれたから、ちょっと甘えさせてもらって、本来はこういうネタが出来上がるまでに出たらダメなんですよ。でもそこをちょっとね、どういう感覚か、どういうネタなんか試すためにやらせていただきまして、そんで作家さん、女の子の作家さんが偉い、まああかんところもダメ出しいただきましたし、偉いこう気に入ってくれて、もう全然面白いです言うてくれたところの、やっぱそれはちょっと自信つきますね。まあそういったわけでずっと挑戦し続けます。